撮ってきたぜ。ただいま。おかえり。良い写真撮れましたか？バッチリだぜ。うん、今のは気にしないで。じゃあ次高橋チームの番ね。良い写真、期待してる。おし、じゃあ僕らも撮ってきます。はい、行ってらっしゃい。高校、高橋チームやってきました。主くんチームが見つけてくれた火山。このポケモン期待。なんかいきなり超かっこいいのだ。背中燃えてるけど、本人は熱くないから心配無用よ。そりゃそうでしょ。それより皆さん、よろしくお願いします。力合わせて良い写真撮りましょう。おお、虫ちゃんチームに勝とうね。霊夢が迫力満点、コダック撮ってあげるわ。そこまでないだろ。てか迫力満点のコダックって。皆さん見てください、ロコン可愛いです。霊夢、リンゴぶつけないの。餌だもん。ロコンも可愛いよね。お、反対側にもいるみたいです。鬼はあそと、いじめんな。今なんかマリサの声した。そんなはずは、虫くんチームは今頃部屋で休憩中なはず。いじめんな、いじめんな、いじめんな。霊夢が録音した声でした。おいこら、ってことは霊夢、一人ボケツッコミしてたのね。イエスアイキャン。はい、形でよ。楽しそうで何よりです。おお、前方にいるのは、人影と。その効果音を使うな、への。ポケモンチャンネル実況でも見た光景。人影とブーバー、種族を超えたい。ただリンゴ食ってただけだろ。2匹の子供、主ちゃんに書いてもらったよ。作詞作曲って。なんかそこまで変じゃなかった。マグマからは出てこないか。なんかでっかい卵ある。ちょっと刺激してみます。あら、落ちちゃったよ。かっこいい。驚くのも無理ないですね。生まれた瞬間飛べるなんて。いや、そこかい。ファイヤー、バッチリいただきです。いいフォルムしてるわ。今の代表候補だね。うん、さすがに主チームは伝説ポケモン取れてないだろうし、ブーバーちゃんのアップも取っとこう。リンゴを食べ。これがブサカワってやつね。なんか愛くるしいですよね。はーい、サービスカット。やばい、めっちゃ可愛い。お、火山にも川が。炎ポケモンも水は必要でしょうからね。ここの波も出ないのか。あと何いるかな。ウインディとかみたいですね。あとブースターとか。いやー、初代ポケモン懐かしい。あ、トカゲ。リガードと呼びなさい。まあトカゲはトカゲだけども。霊夢さん、リンゴで引き付けお願いします。おし、任せなさい。って何やっとんじゃ。なんか面白かった。おお。リガードンになった。これが狙いだったんだもん。嘘つけー。これは激写せねば。高橋取りまくれー。ノーフィルム使っちゃっていいぞ。了解しました。それではお言葉に甘えて。そして霊夢さん、グッジョブです。えっけん。ラスト1枚。ふう、皆さんのおかげで結構撮れました。あとは写真選びだけね。限界まで60枚も撮っちゃいました。ちょっとどんな感じかだけ確認。どれで主チームに挑むか。ん？ 1 枚となると難しいわね。そうですね。各ポケモン1枚はいいの撮れてるんで。それではこれより各チーム選んだ1枚を見せ合います。前回の動画で申し上げたように、勝敗は視聴者様の投票で決めさせていただきます。ご協力いただける方は、この動画のコメント欄にて、どちらが良かったかお願いします。ということで、写真バトル開幕。良い写真撮れた。撮れすぎてフィルム使い切ったぜ。なんだと、うちら普通に余ってたな。ふふふ、2分の1の確率でこっちの勝ちだぜ。まあ2チームの勝負だからね。じゃあせいもね、お互い選んだ1枚見せるわよ。主くん、準備はいいですか？バッチリだぜ。じゃあ、せーの。右下になんか映ってる。じゃあ投票待ってるよ。